運用。運用は、日本海軍の航空母艦。軍艦運用は、日本海軍の航空母艦、空母。1940年、昭和15年7月末に竣工した、日本優先所有の日田丸旧華客船2番船、ヤワタマル、ヤワタマル、ヤワタマルを、太平洋戦争直前に、日本海軍が徴用及び、買収、空母に改造した艦艇である。 大高型航空母艦としても2番艦である。八幡丸の建造費用は政府の優秀船舶建造助成施設の適用を受けており、有事には乗用、改装されることがあらかじめ決められてた。なお、大高型航空母艦は小型で、速力も20から22ノットほどしか発揮できず、機動部隊としての運用は不可能だったため、太平洋戦争中盤までは、 航空機輸送任務に従事した。八幡丸は1940年、昭和15年7月31日に、下脚船として竣工後、約1年間、商船として運用された。1941年、昭和16年11月25日府で、特設航空母艦に類別。呉海軍交渉で、空母改造に着手し、1942年、 昭和17年5月末に竣工。8月31日付で軍艦席に編入され、特設空母八幡た丸から航空母艦運用となった。大高型空母は航空機輸送艦として本装。運用はトラック島27回、ラバウル方面2回、東南アジア方面2回の輸送を実施した。1943年昭和18年末に、 海上護衛装司令部が設立されると、本艦イカオオタカ型空母は、同部隊に編入される。1944年、昭和19年1月19日、運用は、アメリカ海軍潜水艦ハダックの魚雷攻撃を受けて、派。かろうじて横須賀駅等も、8月まで修理を実施した。同年8月24日の日73戦団、護衛が、護衛空母としての初任務になった。 日本からシンガポールへの往路は無事だったが折り返して日本へ向かう日74戦乱を護衛中の9月17日アメリカの潜水艦バーブの雷撃で南シナ海に沈没した運用の前身であるヤワタは昭和初期に公共を博していた欧州航路の老齢船を置き換える目的でまたドイツの新型化客船3隻 シャルンホールストに対抗しつつ1 9四十年、昭和十五年開催予定の東京オリンピックを見込んで日本優先が建造した豪華客船ニッタ丸級三姉妹船の第三船であった。ニッタ丸級三姉妹船、ニッタ丸、ヤワタ丸、カスガ丸は日本優先を象徴する客船であり、日本優先株式会社のイニシャル、ナイクにちなんで、それぞれニッタ丸、 ヤワタマル、カスガマルと命名されている。建造費用は、優秀船舶建造助成施設による補助を受けていた。また三席とも、三菱長崎造船所で建造され、ニッタマル、ヤワタマル、カスガマルの順番で建造された。新タマルとヤワタマルは短期間ながら、客船として活動した。カスガマルは、客船として収益することなく、最初から空母として竣航したため、 本型は最初に完成したカスガ丸をネームシップとしてカスガ丸級特設航空母艦と呼称されている。第2戦のヤワタ丸は三菱長崎造船所で1938年昭和13年12月14日に寄港。1940年昭和14年10月31日浸水。1940年昭和15年7月31日春港。 シアトル航路で一航海の後、サンフランシスコ航路に就航した。予想される日米の艦隊決戦に際して、大高型航空母艦、カスガマル級航空母艦は、艦隊用補助母としての役割を期待されていた。しかし本型は小型で、速度も遅く、さらに、日本海軍が終戦まで空母用カタパルトを実用化できなかった、ことは、運用に大きな制約を与えた。 空母用カタパルトを装備した連合国軍の軽空母や護衛空母と比較して本型の航空機運用能力は非常に見劣りするものとなり本格的な海戦に投入されることは一度もなかった。1941年昭和16年11月22日海軍は八渡丸を徴用11月25日特設航空母艦として クレチンジュフ所管となった。同日府で、駒沢克美大佐、当時水上規模、水蒸気母官、公表的母管日清儀総委員長は、日清儀総委員長と、八幡丸マ総委員長の兼務を命じられた。12月10日、駒沢大佐、日清儀総委員長、八幡丸マ総委員長は、兼務を説かれる、日清儀総委員長のみ、八幡丸マ総委員長は、港形状大佐となった。 空母改造着手の時期について、1941年、昭和16年11月下旬とする資料、1942年、昭和17年1月とする資料がある。1942年5月10日、井上義雄中佐、5月5日まで、駆逐艦萩,萩風艦長は、八幡田丸副長に任命される。5月31日、改造完成。 連合艦隊付属となる。空母に改造され、カス丸級特設航空母艦となった、ヤワタの最初の任務は、1942年、昭和17年7月の航空機輸送任務だった。7月29日、ヤワタは、艦船16、艦爆16を、搭載、第7駆逐隊、潮、さざ波に護衛されて、横須賀を出発。 サイパンを経由して8月9日に、ウルシい干へ到着、航空隊を進出させると8月13日から14日に、クレへ戻った。8月31日、特設航空母艦ヤ渡タ丸と、カスガ丸は、それぞれ軍艦、海を及び、太陽と解明される。2隻は、同日府で正規の航空母艦となった。運用は、クレチンジュ席となる。 港大佐の役職も、八幡丸艦長から、運用艦長になった。艦姿に変化はなく、引き続き内地と前線を往復して、航空機輸送任務に従事した。9月初旬、運用と駆逐艦に波、第19駆逐隊は、呉から横須賀に移動する。9月4日、運用は、駆逐艦切風、第16駆逐隊と共に、横須賀を出発。 トラック白地へ向かった。9月9日朝、駆逐艦秋風は、トラック白地北方に、戦望橋を発見し対戦警戒警報を発令。連合艦隊は、戦艦山と道の区、巡洋艦カトリ、第六艦隊機関イカトラック在白艦艇に、転病を命じた。哨戒機と駆逐艦は爆雷を投下。戦艦、機動部隊。 従順部隊の各隊各艦は直ちに停泊地を変更し、宇がきまとい連合艦対三防長が最も難物と心配していた工作艦赤石も横立ちした損傷艦3隻を自力行させた後移動した。午後3時、トラック白地北水道を通過して到着した運用も警戒機を発進させたが適正を発見できず、結局秋風が トラック白地へ接近中の運用のマストを、潜望鏡と誤認したものあったという。9月18日、運用特築艦2隻、赤月、雷は、呉に帰投した。南東方面での戦闘が激しくなるにつれて、航空機の消耗は、甚大となり、大高型空母は、航空機輸送任務に奔走する。だが、航空機輸送任務中の航空母艦は、 暗号解読により待ち伏せている米潜水艦に幾度も襲撃された。11月10日、インドシナ方面で輸送任務、日本陸軍の一式戦闘機輸送に従事していた運用は暗号解読により待ち伏せていた米潜水艦シーウルフに狙われた。運用を昇格型航空母艦と誤認したシーウルフも追跡を行うが12日に機関故障を起こして 襲撃を断念、各方面に情報を発信して、真珠湾に帰討した。同海域には、シーウルフの他に潜水艦シールも行動していたが、運用を襲うことはなかった。1943年、昭和18年1月28日、運用艦長は、港大佐から、愛徳一郎大佐に交代。4月14日、愛徳大佐は、従順洋艦最上艦長へ転任。 公認の運用艦長は、関育谷大佐となる。5月8日、大和型戦艦大和第5戦隊、両校、羽黒、空母2隻、運用、おっきか、駆逐艦複数隻、第7駆逐隊、潮、第27駆逐隊、夕暮れ、第31駆逐隊、長波、第2駆逐隊、サミダレは、トラックを出発。5月13日、横須賀木、山とはくれ。 5月下旬、大高型空母2隻、運用、沖きたかは、横須賀、トラック艦を往復する。6月10日、横須賀を出港した、空母費用特築艦2隻、有明、夕暮れは、米潜水艦トリガーから襲撃され、ひかみなりして、航行不能となった費用は、軽順一筋に栄光されて、横須賀へ投げした。6月16日、第3戦隊司令官、 栗田竹雄中将の指揮下、戦艦二隻、金剛、春名、巡洋艦三隻、熊野、鈴谷、伊鈴、空母三隻、竜鳳、雲陽、沖鷹、駆逐艦部隊、第二十七駆逐隊、しぐれ、有明、夕暮れ、第七駆逐隊、潮、さざ波、明けぼの、第十六駆逐隊、摂風、第十七駆逐隊、浜風、谷風、第二十四駆逐隊、 両風、秋月型、新月、夕雲型、新波は、横須賀を出発。6月20日、暗号解読により待ち伏せていた、米潜水艦スピアーフィッシュが、空母、股間不明に対し魚雷4本を発射するが、速力を見誤っていたので命中しなかった。日本艦隊は6月21日に、トラックへ到着した。空母2隻、運用、沖高等は、 7月2日に、横須賀へ戻った。7月上旬、運用は、マーシャル諸島への航空機輸送任務に従事する。第201海軍航空隊の0式、艦上戦闘機45機と、第552海軍航空隊の99式、艦上爆撃機27機、計82機を搭載。7月6日、特設巡洋課外国丸と共に、横須賀を出発した。 7月10日、米戦水艦ハリバットが愛国丸に魚雷6本を発射、1本命中により愛国丸が勝破した。翌日、運用隊はトラック白地に到着。19日、運用は流鵬と共にトラック白地を出発24日横須賀に到着した。7月31日、運用は第二水雷戦隊司令官高間官少将。 機関間ながらの指揮下に入り、三席、ながら、運用、明けで横須賀を出発。八月一日、呉からトラックへ向かう大和型戦艦二番艦武蔵、連合艦隊司令長、小上根市司令長艦座城、第五戦隊、廟港、羽黒、駆逐艦三席、影楼、白露、初風と合流する。八月四日、暗号解読により待ち伏せていた、米潜水艦、 スティールヘッドに発見された。翌日未明、スティールヘッドが運用に対し魚雷6本、戦艦に対し魚雷4本を発射したものの早爆に終わった。トラック白地の97式艦上攻撃機、対戦哨戒機、レーダー未搭載は夜間のため基地で休息しており、敵船の来撃を防ぐことができなかった。8月5日、艦隊はトラックに到着。 本館は一旦内地へ戻る。8月18日府で、井上義夫大佐、運用副長は、第9駆逐隊司令へ転任する。後任の運用副長は、千垣県吉中佐。10月上旬、マーシャル諸島やギルバート諸島へ配備される、日本陸軍の輸送作戦、超3号輸送部隊が実施されることになり、運用は、輸送部隊指揮官。 木村進第11水雷戦隊司令官の指揮下に入った。同月13から14日、空母2隻、巡洋、運洋特築艦2隻、玉葉、明けぼは、内海西部を出発。19日に、トラック白地到着。本艦は、キロも、第11水雷戦隊に同行することになった。10月21日、千垣県吉中佐、運用副長は、 空母費用副長を命じられる。10月31日、戦艦2隻、伊勢、山城、空母2隻、巡洋、運洋、巡洋艦2隻、ト根、立田、駆逐艦4隻、第24駆逐隊、海風、両風、第17駆逐隊、谷風、第7駆逐隊、明物のとともに、トラック白地を出発した。11月5日午前5時、暗号解読により、 文後水道近海で日本艦隊を待ち伏せていたアメリカの潜水艦ハリバットが運用イカ輸送艦隊を襲撃した。午前5時35分、ハリバットが発射した魚雷1本が巡洋の艦尾に命中。巡洋は離婚に栄光されて日本本土に向かった。1943年昭和18年11月上旬の路合作戦、ブーゲンウィル島沖航空戦で、 第一航空船体の母艦航空隊は大幅に消耗し、補充のため随砲がトラック白地より横須賀に帰動。11月16日、空母3隻、随砲、沖高、海洋は、駆逐艦、周雲、明けぼの、潮、さざ波に越えされて、横須賀を出発、21日にトラック白地に到着した。11月30日、空母3隻、随砲、 運用、沖鷹、従順洋艦マヤ、同月上旬のラバウル空襲で大破、修理開港、第7駆逐隊、裏風、第17駆逐隊はトラック白地を出発した。暗号を解読したアメリカ軍は、複数の潜水艦、スケート、ガンネル、セールフィッシュに、輸送船団の襲撃を命じた。12月4日、沖鷹が、アメリカの潜水艦、セールフィッシュの来撃で沈没している。 駆逐艦裏風とさざ波が、沖高生存者救助に向かうも、沖高生存者は、約160名に過ぎず、約1250名が戦死した。戦死者3000名に達するという資料もある。明けの塔に護衛された、空母2隻、随砲、海王は、横須賀に帰島した。12月15日、海上護衛総司令部機下に、第901海軍航空隊が編成された。 同日付で空母3隻運用海高大高は海上護衛総司令部部隊に編入12月20日には空母上高ドイツ客船シャルンホールド海蔵空母も編入されただが運用は連合艦隊の機下にあって輸送任務に従事しておりこの時点で海上護衛部隊として行動する機会はなかった1944年 昭和19年1月4日、空母2隻、随砲、運洋は、駆逐艦2隻、雷、電に護衛されて、横須賀を出発、9日、トラック白地に到着した。空母2隻は、0式水上偵察機4機、0式観測機8機、2式水上戦闘機6機、天山艦上を攻撃機7機、合計25機を輸送した。この後、運は、第二水雷戦隊司令官、 早川右尾少将の指揮下に入る。軽巡洋艦に推薦機関の城、空母2隻、随砲、運用、駆逐艦3隻、早場、若葉、初下という編成で1月18日にトラック白地を出発、先行隊、イ須ズ、初心を打って、横須賀へ向かう。日本空母出撃の情報を得たアメリカ海軍は、サイパン島東方で行動中の潜水艦3隻、 ハリバット、タリビー、ハダックに迎撃を命じた。1月19日10時37分、運用は、米戦ハダックの魚雷攻撃を受けた。魚雷6本を発射し、ハダックの艦長は昇格型航空母艦を撃破したと報告した。平一、運用には、魚雷3本が命中、特に艦首、完全部の損傷により速力は4ノットに低下、機関部には異常なし。 随法隊、随法、若葉は先行して、横須賀へ帰投する。本館は三隻、の城、早葉、初下に護衛されて、サイパンへ、飛体、1月20日到着、同地では、の城に経流された。同日、工作艦赤市の行員と排水ポンプを乗せた、駆逐艦開封、第24駆逐隊がサイパンに到着する。また、 損傷状況調査のため連合艦隊司令部府の演算作一技術大佐もサイパンへ派遣され対応を協議している。1月21日に推薦の代、早っは海風と紹介護衛任務を交代し横須賀へ向かった。22日朝、駆逐艦察機がサイパンに到着した。1月24日、連合艦隊は海風、潮、曙けぼのを 運用の警戒に任じ、駆逐艦初霜のトラック軌道を発令。だがに四駆指令の要請により海風と初霜を入れ替えることになり、護衛駆逐艦は四隻護衛艦は駆逐艦四隻、サツキ、潮、アケボの初霜に変更された。25日、米潜水艦ハリバットが白地に侵入して運用を来撃しようとしたが、警戒が厳しく、 サツキにも攻撃されたため諦めて去った。二十六日、駆逐艦二隻、塩明物が裁判に到着、運用に合同した。二十七日、運用護衛として、サツキが裁判を出発している。一方、随宝隊、随宝、若葉は、横須賀駅東下の地空母二隻、随宝、千代田、十順高尾、駆逐艦三隻、初春、若葉、 玉葉という戦力で1月29日に横須賀を執行した。すると連合艦隊より従順高尾に対し運用休 m 命令が発せられ、2隻高尾、玉葉は随砲隊から分離。2月1日午前11時、2隻高尾、玉葉はサイパンより内地へ向かう運用隊、運用、塩、明けぼの、初島、さつきと合同。玉葉は、 追放隊の護衛に戻った。運用隊は、アメリカの潜水艦2隻、ガジョン、ソーリーに狙われて幾度も来撃された。2月2日、初島は、運用の警戒中、潜水艦と快敵し、爆雷攻撃を実施。これに悪天候も加わって、高尾による運用栄光の試みは全て失敗した。幾度も襲撃を行う、米潜水艦に対し、高尾は戦闘商法の中で、 敵戦派盲目ヘビに壊じざる放棄者か、ある派人を締めて剣太勇敢、なるかと前置きし、おそらく後者であろうと推測している。運用も悪天候下では前進することさえできず、ほとんど漂流状態であった。このような状況下、不設定佐島や、駆逐艦白雲等の支援艦艇が、全時運用隊に合流するが、当初の護衛部隊、初島、佐月、塩明けぼのは、 燃料不足に陥り、また爆雷や食料品、燃料補給のため、次々に横須賀へ開港される。5日、白雲は北方部隊第五艦隊の命令により、大港へ開港された。6日、高尾も燃料不足になり、先行していた初島と放流して、横須賀へ戻った。護衛は5日に放流した遊雲型駆逐艦二2隻、沖並、岸並が引き継ぎ、 横須賀からも第七駆逐隊、塩、明け物が再出撃する。横須賀で補給を終えた二隻、高尾、初下は、横須賀交渉の救難部隊を乗せて7日早朝に、運用隊と合同。同日夜、運用と高尾以下11隻の護衛艦隊は、東京湾に到着した。高尾は、運用護衛時の経験から、大型を取り艦、損傷艦に偽装、聖護衛艦、 トネ型重巡洋艦の連携により、潜水艦狩りを行ってはどうかと提言している。1944年、昭和19年2月1日、日本海軍は、護衛空母の飛行機隊の訓練、整備を担当する部隊として、第931海軍航空隊、司令、大塚修司中佐を編成する。その後、運用は、横須賀で修理を受けるが、その際に、 新型機用に着艦装置が更新されている。3月1日、平塚史郎大佐は運用艦長に任命される。7月1日、大高艦長は平塚大佐から木村構造大佐に交代した。8月12日、運用は横須賀を出港して、呉へ開港される。8月15日、第1海上護衛部隊に編入。搭載機は、 第931海軍航空隊の97式艦上攻撃機10機を主力とする。他に93式中艦練習機、通称赤トンボ6機を搭載。運用搭載機のうち、一部は3式1号式探知機を装備していたとみられる。同時期の8月18日、非71戦団護衛任務に従事していた姉妹艦王高が、 米潜水艦の来撃で撃沈された。8月24日から25日、運用は練習巡洋艦化し、機関、補給艦イラゴイカヒ73戦団、指揮官吉富ト節三少将、第5護衛戦団司令官に同行し、戦団護衛任務に従事する。ヒ73戦団護衛が、運用の護衛空母としての初任務となった。8月31日、 もしくは9月1日、運用搭載機と解剖艦が米潜水艦谷を攻撃して損害を与えた可能性があるが、実際とは異なっている。9月5日、非73船団はシンガポールに到着。9月11日、運用は非74船団を護衛してシンガポールを出発し台湾へ向かった。74団は第護衛隊巡洋艦し、 解剖艦、13号、19号、21号、27号、第2号衛隊、運用、センブリ、戦乱部隊、ハリママル、オムロ、ヤママル、ハッコウマル、ワレハヤママル、アズサマルという戦力である。9月16日、ルソン島方面には、アメリカの潜水艦2隻、バーブ、クイーンフィッシュが行動しており、アメリカ軍機動部隊艦載機の富士義救助任務に、 従事していた。運用側では、台湾の高雄市への入港を目前に控え、その準備に追われていたという。夜、帰還可視より、敵船発見の信号があり警戒するがその時点での、襲撃はなかった。ところが9月17日日付変更直後、日74船団は、アメリカの潜水艦バーブから襲撃された。まず運用のうげんやや後方を航行していた。 アズサマルが、ひかみなりして沈没した。運用は、アズサマルの炎上を確認して、取りかじを取った。そこへ、バーブが、艦備発射艦より発射した魚雷が、右舷後方から迫り、魚雷2本、艦中央部、艦後部が運用に命中した。機関下等直員の大部分は、戦士、電源も立たれたが火災は起きなかった。環境防の作戦室に、 ガソリン式発電機を持ち込んで、通信機能は一部回復したが、環境要員たちは、発電機の悪臭に苦労したという。4時30分には防水作業が一段落し、艦長は警戒員を残し作業を中止させた。だが、ひかみなりした、観光部や格納庫に打ち付ける波により浸水が増加、艦尾の沈下が止まらなくなる。時分に沈没は、確定的となり、 7時45分後新衛をカッターボートへ移動し、7時52分軍艦機降下。3分後の7時55分、運用は沈没し、生存者、約760名は、護衛艦に救助された。運用の乗組員、約750名、便乗者、約1000名のうち推定900名が戦死した。運用の環境にいた艦長や副長は、沈没時に脱出したが、 艦長は行方不明となった。運用戦闘商法による沈没位置、海上護衛隊による沈没地点記録もしくはアメリカ軍記録。戦闘商法では解剖艦を増備して汽船水艦を制圧する相当隊の新設、航空機による全路紹介はぜひとも必要であるため、各航路の航空基地を増備強化して勢力の増大を図り、 護衛空母は廃止するを任務。護衛艦の増加が無理だとしても、空母が戦団と同速力にて運動するのは最も不可である。高速力をもって、戦団の後方をバリカン運動を行いながら続行する必要がある。といった提言を残している。11月10日、軍艦運用は大鷹型航空母艦、帝国軍艦席より除籍された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。